はい、皆さんこんにちは。バイオリン教室始めていきたいと思います。東京ビオリトナーソトルです。バイオリンの志村です。よろしくお願いします。今日はですね、みんなが気になっているこの弓の持ち方について志村先生にお聞きしていきたいと思います。はい、どこですかね。はい、弓の持ち方、最初どのように習いました？最初何も考えてなかったらこんな感じですね。いや、とてもいいと思う。あの、なんとか、例えば昔のロシア式とか、はい、フレンチ、ベルギー派式とか、なんかいろんな名前がついてるんですけど、聞いたことありますか？それ、うん、はい、ないです、うん。まあ、なんとなくそういう名前がついてて、まあ、ロシア式はちょっとこう人差し指が深く入るんだとか、ベルギー派はちょっと浅いんだとかね、まあ、ちょっといろんな名前のものがあるんですけど、基本はまあ僕は音によって手の形っていうのはどんどん変わっていいし、変わるべきだっていうのは僕の基本的な考え方ですね。それで、じゃあ何でもそうなんですけど、あんまりディテールを決めつけちゃうとあの全体がぼやけるんじゃないけども、なので僕がこうやったからこの通りになるかって言ったらそうではなくて、人の 手とか、どういう音が出したいかとか、楽器の構える角度とかによってどん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 それが変わるはずなんですね。出したい音ね、なんですが、まあ基準がいると思いますので、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、まあこういう子供さんに教えるときにこういうのやるんですよね。キツネさん、キツネさんっていうこれが耳が2つです、うん、こういうのやります。子供の時はもう覚えてない、覚えてない、多分やったんでしょう、ね、やったんでしょうね。僕はキツネでした。いろんな人がいるんです。キツネだとまあこれ可愛くて全然問題ないんですけども、ちょっとだけ修正したい。でキツネ、まあ先がとんがってますよね、今これね、親指とこの中指とかのこの先がこう向かい合うような感じになっちゃうと、ちょっとどうですか、この辺テンション感じませんかね。僕はちょっと感じます。そうですね、うん、そう、おそらくニュートラルな時には親指は中指の先でなく、ちょっとこのサイドに触るような感じになるのが自然なんじゃないかなと思うんでしょうね。そう、うん、そう、なのでキツネというよりはどうでしょうね、犬顔がちょっと丸いような、うん、で少しこの先でなくサイドに向かうような、これが一つ基準になると思うんですね。力があんまり入らない、入れない、そう、ニュートラルな場所を探しましょうってことですよ ね、力が入らない場所ってことですね、うん、そうですね。で前回お話ししたかもしれませんけど、ここには2本骨があるという話をしました、うん、で小指側の骨と親指側の骨、でニュートラルの時というのはこれ今ちょっとシルエットで見ていただくと上がまっすぐで、ここが少しこう山みたいに見えると思うんですけど、ね、うん、これはやりすぎです、もちろん。だけどこれもあんまりいい状態じゃない。ニュートラルの時ってほんのちょっと、ほんのちょっとこういう感じ、少しこっちに山があってこっちがなだらかな感じになると思うんですね。もうちょっとこういう感じ、これがおそらくニュートラルな感じだと思う。でこのまんま小指側の骨は全くほとんど動かずに、上の頭骨だけが回転すると手が弓を持つときの格好で、これ回ないですね、これお医者さんが使うと回ない。でそうするとこのさっきのこのカーブは残ってないんですね、ここに。で上が平らであると、これがおそらく最初の基本形だと思います。こうではなく、こうでもなく、まあ大体これぐらいで、この状態で親指と中指でさっき言ったこの輪のようなものを作る。その際親指は中指のサイドに触る、うん、これがまず基本、うん、はい、そして、まあ、弓がこう目の前に来るとこうなんか自分を変えてこうなんかこう持ちたくなっちゃうんですけどもやっぱり自分が基本、自分が基準になったもの、こういう手を作っておいてここに弓が来る、弓がここにやってくる、ここにやってくる、このニュートラルの状態で弓をほぼ直角にこういうふうに持てるかなっていうのが最初にやってました。素晴らしい。で
こういう横の状態だとおそらくここでテコの原理が必要で、すごく力がいるんですけど、こう縦に持つとおそらくあんまり力がいらないですね。だからこういうふうに持つ方が最初はいいかもしれないです。素晴らしいです。で、親指と中指が、まあ、さっきのようにここが中心なので向かい合っていて、おそらく人差し指は第二関節の外側に置く人と内側に置く人がいますけども、僕は内側ですけど、まあ、これも色とかその人の引き方によって変わると思いますけど、この第二関節の周りで触る。で、薬指は指先で触ると思います。第一関節より先で触ると思います。で、小指は本当に指の先で触るんですが、いろいろありますけど、僕の場合は指先に行った時かなりこういう角度になるんですね。そうすると、小指の先が真上、こう何角形ですか、この一番上に置く人が多いんですけど、僕は少し後ろから、薬指の後ろからは少し押す感じ、こういうふうに持てるといいかなと。結果的にこう。ちょっと小指の位置が真上ではなくて、少し後ろからこう押す感じなんですね。そうです。という先を引くときに少しさこう押したいです。そうそうそう、これ重要です。秘密です。このまあ各指こういう感じで、そう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 、これ重要。指本当こうなっちゃう人多いからね。これはね、だから指ってこう、例えばこの格好してて、僕が今伸ばす途中にあるか曲げる途中にあるか伸ばす途中にあるかは分かりませんでしょ、これ、この形。だけど両方にできるわけですね、方向性と一緒。今伸ばす途中の今この静止した状態です、ね、まあ、真ん中ぐらいですね。そうか、曲げる途中の今この静止した状態です。両方できるわけですよね、そういう方向性が。で、多くの人は曲げる方向性ばっかりで弓を持ってしまう。それがギュッと持ちすぎたり、こう弓がコントロールできない。伸ばすっていうか、その伸ばす方向性も大事だという。特に親指と小指はこの爪に近いところで僕なんか触るので、触った方が僕はいいと思うんですね。それで少し伸ばす方向性を、両方いるんですよ、両方いるんだけど、少し伸ばす方向性を使って引き寄せる方向性、小指と親指は特にこういう伸ばす方向性が大事じゃないかな。結構これはこの小指の位置ですよね。そうですね、少しこの、これがあんまり離れすぎて、まあ結果ですよ、いろんな手の人がいますけど、この体のコーディネーションがまあ手にこう現れるっていう感じがあると思うんですけど、こう配分としてこの3つが一緒で小指だけ離れてる状態はあんまりいい状態の結果でないことが多いです。まあこれが3つが一緒で人差し指が少し離れてる、これは割とまあまあ健康的なものです。で、一番分かりやすいのはただブラッとした時のこの幅で、まあ少しさっきのぐらいの高さまで持ってきた時のこの指の幅、これでもう十分。これ以上このままこれ以上なんかこうやったりこうやったり離したりしなくていいと私は思います。綺麗な音が鳴ってるバイオリニストの手は綺麗ですもんね。そう所作それはありますね、うん、形と音はなの通じるものがありますよね。メスを握る手もある、まあ、あれはい、じゃあこの動画がいいねと思った方、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします、はい。